はい、皆さんこんばんは。こんばんは。第6回Y モードスタイル始まりました。よろしくお願いします。はい、ビューティークリエイティブエヴァンジェリスト柳信です。そしてはい、名古屋出身のシンガーソングライターポン吉こと上久保ゆかりです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということで、はい、今日はですね、うん、まずいつもとのゲスト、はい、また、素敵なゲストの方が、はい、ご紹介したいと思います。はい、いらしてます。まずはですね、最近、ソロになられた、椿さんと、ギタリストのトールさん、はい、そして VTR ゲストは、建築家の、財津一郎さん、はい、で、おなじみの、ヒロポン、有機ネイルも今日は健在です。はい、そうですね。中澤先生も VTR で出演してくれます。はいはい、今回もネイルの方は出来上がっていく様子をね、はい、小窓で皆さんに ね見ていただく感じなんですけれども、はい、楽しみに見てください。はい、生放送中ですね、画面の右側にあるタイムラインにツイッターで参加できるようになっています。私たちはゲストに対する、質問感想などぜひこちらにコメントください。今回もね、素敵なプレゼントがありますので皆さん、はい、そちら最後に言いたいと思いますので最後までぜひぜひ見てて、ご視聴ください。お願いします。はい、はい、ということで、うん、近況がはい、あります。はい、最近の近況はね、うんうん、いっぱいいろいろあるんですけども、はい、ちょっとですね、うん、僕的に実はヨシケン、はい、ヨシケンさん、はい、もうね、もうヨシケンのヘアメイクって言ったら柳だろうというね、うんうん、このヨシケンのですね、先日プロモーションビデオの撮影がありまして、はい、まあ、当然ヘアメイクとして、スタッフとして参加したんですけども、はい、実はこの PV がですね、完成しましたが、ストーリー仕立てに、ね、はい、なっていて、で、ね、で、ヒローズセブンプラズのポジションとかの、うん、監督の、斉藤慎二監督の、はい、そのストーリーがですね、まあ、ヨシケンが描いたストーリーがまた、ヨシケンがね、昔自分の若い頃の、うん、なんか、彼氏と彼女ということで、うんうん、前作にも出てくれた虎之介くんという、はい、うん、役者の虎之介くんと、そうなんですよ、相手役ね、恋人役に、娘がそうなんですよね、びっくりすることで、私の上の娘ね、柳聖奈ね、そうそう、ちょっとタレントっぽいことは何とかしてるんですけど、はい、お父さんと一緒っていうね、うん、お母さんと一緒ならぬお父さんと一緒ということで、はい、まあそのですね、それはさておき、 PV のすごい、はい、かっこいい PV、うん、ちなみに2月29日に発売されましたニューアルバム、はい、ヒューマンライフというアルバムの中から、はい、そのラストアゲインというね、はい、PV の中にお嬢様も出られていて、ね、はい、すごく素敵な PV が仕上がっておりますので、はい、そちらの方じゃ見ていただきましょう。そうですね、ちょっとだけ見ていただきましょうということで、はい、じゃあそれでは VTR どうぞ。
を着せ眠らせたのはまるで今日みたいな寒い夜だったね。吉健さんの、はい、PV ダストアゲイン、はいはい、今見ていただいたんですけれども、まあ、あのすごいね、あの日は寒かったですし、うんうん、でもロケーションもすごく良くて、うん、あの吉健もすごいかっこよかったし、うん、一番あの僕的にですね、はい、あの娘が出てて、うん、あの娘のヘアメイクも僕だったっていう。あ、そうなんですか。トランスケ君のヘアメイクも僕だった、うん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 、でなんか入りますみたいな、はい、そっかそっか、お前かよみたいな。どうなんですか、親子でこう仕事をするっていうのは。やりにくいっすね。やりにくい、超やりにくいっすね。いつもよりこう何化粧にあの手、いや、あの吉健がこうしてくれってあるのね、うん、彼の中で、うんうんうん、もうなんか役名みたいなのも決まってて、それで一応もう役名だから、うんうん、なんかなんとなんだかさやかっていう役名で、さやかはこういう女の子っていうのがあって、うん、もうイメージ作りみたいな。そうそう、だからなんか吉健からメイクオーダーも入る、なんか、うん、まあ、分かりましたみたいな感じで、まあ、でもすごいナチュラルな感じっていうかね。まあまあそうなんですけど、私個人的にお嬢さん、はいはい、小学生時代の時から ね、 ね、はい、しているんですけれども、久しぶりに、そう久しぶりにっていうかもうね、もう10年ぶりぐらいのお姿拝見しましたけど、大人になって面影があまりなくて、あ、そうですね、そうですよ、10年も経つとね娘さん成長してるそう、なんか割と小さい頃からね、なんかいろいろこう皆さんにね、なんかこうおなじみだったりするんですけど、うん、ね、でもこれからも楽しみですね。そうですね、できれば一緒に仕事はしたくないね親としてはね、はい、はい、ということで、続いては、このコーナーです、はい、どうぞ。来ました、はい、メールモードスタイルということでお送りします、はい、今回もですね、はい、こちらでゆうきさんが、はい、ヒロポのネイルをしてくれております。はい、はい、ゆうきさんがテーマを決めてもらってですね、そうですね、はい、うん、それで、ネイルをしてもらってるんですけれども、今回のテーマは、うん、ですね、うん、一応その今日のゲストが、はい、ロッカーたちじゃないですか、はいはい、なんで、テーマはロックで、ロック、はい、いいですね、シンプルで、はい、うん、もうロックです、はい、ちなみにロックという今テーマなんですけれども、うん、ジェルだけではなく、うん、エナメルも使って、そうなんですね、なんかそういうなんかテクニックで作るということ、はい、さっきもね、仕込みの時にいろいろ話してたら面白い、そうそう、今回も小窓で、はいはい、見れてる、これね、多分ね、これからネイル、ネイリストとか目指す方必見だと思いますよ、はい、もうジェルとエナメルをね、両方使うっていうことと、ね、うん、だからそういうそのテクニック的なこともそうだし、うん、なんかあ、こうなるんだみたいなのが、そうそうそう、生だからこそ見ていただけるね。そうなんですよ、ちなみに今回そのエナメル、はい、の方がですね、はい、なんかちょっとこう塗ると面白い風に変わるというのを実際後で、うん、ね、まあ、ずっと番組中やってるんですけれども、うん、その部分もですね、皆様に見ていただけたらなということで、そうですね、うん、
はい、まずと小窓でねネイルの様子見れますので、ぜひぜひ仕上がりを楽しみにしていただいたらなと思います。そして今日の、ね、はい、そしてネイル、私ポン吉ネイルもですねしてもらいました。これね可愛いんです。まあ実はねこれ僕が今日ねちょっとオーダーしたんですけども、はい、3月といえば卒業式シーズンじゃないですか、はい、ね、卒業式シーズンといえば桜がこうねチラチラとね、そうですね、まだ今桜まだ咲いてないですね。そうなんですよね、まだ咲いてないんですけども、うん、いち早くワイモードスタイルでは、ポンちゃんの指に桜が咲いたと、はい、本当かわいい。そうなんですよ、ベースはもうなんか薄ピンク、うん、ちょっとラメが入っている感じのものですね、うん、まあ、ピンクのちょっと花びら、桜の花びらを意識したものと、うんうん、あとはゴールドとシルバーで、うんうん、桜の形に、うん、これはかわいい、はい、してもらったんですけど、うんうんうん、なんか今までの中で一番こうなんか清楚で、はい、すごく本当になんていうのかな、なんていうの、新しい気持ちでこれから頑張るぞみたいな、うん、なんかそんな、なんかそうそうそ う, なんかね、そうです、なんかなんて言ったらいいだろう、もちろん大正時代はないけど、うん、ちょっと大正ロマンみたいな、うんうん、ちょっと古風なクラシカルな感じもちょっと雰囲気であって、うん、そうですね、うん、それでいてこうね、なんかやっぱりその清楚感っていうか、うん、なんかなんていう言い方変だけど、可愛い若い女の子が普通に卒業式の時に、まあ、怒られちゃうかもしれないけどしてて可愛いか、ね、制服とかに合うか、うん、この白いブラウスにこうなんかちょっと合う感じっていうのかな、うんうん、なんかちょっといいですね、なんかほんのりとこうしたね、可愛らしいネイルを今日もしていただきました。ポンちゃん本当に似合ってますよ、いつもいつも本当楽しみで、はい、今日も可愛くしてもらいました。いということで、リアルタイムで今日もゆきさんにですね、そうですね、ヒロポのネイルをやってもらっていますけれども、うん、最後の仕上げですね、番組の後半でじっくり見ていただきたいと思います。ということで、はい、CM、に行きたいと思うんですけれども、 CM に続いて中澤先生のコーナーに行きたいと思います。どうぞ。この愛をなくす Y モードスタイルをご覧の皆様、こんばんは。ビューティーエヴァンジェリスト柳さん、そして、名古屋が生んだシンガーソングライター上久保ゆかりさん、こんばんは。本日はですね、使いすぎによりまして、手のひらが痛くなる、しびれる、違和感がある、これをこう握ったりするとそういう症状が出るということについて解説させていただきたいと思います。では参りましょう。はい、それではですね、実際のですね、症例ということで、私が先日やらせていただいたんですけども、まあ、実際の患者さんの症例としてご紹介させていただきます。まあ、しかしちょっと患者さんの方ですね、個人情報等ありますので、実名を出せないんですけど、イニシャルでお出ししますけども、ご了承ください。患者さんですね、ワイナリーエヌブトさん、ね、もうほとんどですね、透明なオブラートにくるんでるようですぐ分かると思います。年齢がですね、外見38歳、本当にお若いんですよ。それでですね、症状的にはですね、手のしびれ、痛みがある、これはなんとかなるかというお話をいただきまして、治療の方に入らせていただきました。はい、それではですね、先ほどのですね、ワイナリさんのですね、症状なんですけど、まず手開いてください。痛いのはこの辺だという、手のひらの方ですね、ここら辺に痛みおよびしびれを訴えておりました。で、まあ、ここが痛いんだけどもどうなんだろうというお話をいただきまして、まあ、調べさせていただきましたところ、こう辿っていきましたら、ここに腸小筋、ちょっと握ってください。ちょっと分かりづらいですかね、このでっかい筋の下にあるこの筋ですね、これ腸小筋と言います。この筋を痛めていたことが発覚いたしまして、この筋をこういう形でこう治療していきました。
先ほどね実際の手を見ていただきました。こちらの解剖図になります。こちらの、赤い印をつけたところですね、ちょっと分かりにくいかと思うんですけども、こちらが長小筋という数字、いわゆる筋肉、筋ですね、になりますね。こちらの使いすぎによりまして、この筋の使いすぎによりまして、ご覧になるといただくと分かると思うんですけど、こうつながってるんですよ、この 手の方ですね。こちらの方につながっておりますので、ここで痛めたものがここで悪さをする、そういう見解になっております。はい、先ほどの長小筋なんですけども、どのような動作で使われるかといいますと、Y9さんの場合はですね、おそらくメイクの時にですね、筆を使われると思うんですね。筆をこのような状態で使われると思うんです。そうしますと、この長小筋こう使われているのがこうよくわかると思います。その他にはですね、ゲームやりすぎるとさ、手痛くなるよね。すごく痛い。そう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 。はい、今のですね、彼女たちも DS をやるときにですね、やはりこういう曲がり方ですね、こういう曲がり方です。このような状態でゲームやる、そのこの長小筋、緊張します。で、この長小筋、これをやりすぎておりまして、この長小筋、ここ手首を貫いてここにくっついてます。それによって、ワイナギさんの方はここの痛みを発したわけですね。ですから、ここが痛いなと感じましても、ここを押しても痛くはなかったと思うんです。ですから、大元というのはこちらの長小筋という、こういう筋になってきますね。これがいわゆる、引き金、痛みの引き金となるポイントということで、トリガーポイントというふうに言われております。はい、先ほどから、ワイナギさんという患者さん、どなたかと申しますと、皆様お分かりだと思います。柳さんのことでございます。失礼いたしました。実はですね、柳さんの、ブログに私のことをご紹介いただきまして、詳しい解説を聞きたいという旨のブログ、メッセージがですね、柳さんの方に送られたということで、今回このように解説させていただきました。分かりにくい部分もあったと思いますけれども、また、ブログの方でもアップいたしますので、ぜひそちらの方もご覧いただければと思います。以上になります。柳さん、ちょっと、はい、中田先生、ありがとうございました。先生、ちょっと先生っていうか、下の娘ね、下の娘さんも今出演していましたけれども、だからこれに女優デビューしよう、女優デビュー、本当に手の痛みがあって、本当にその場でちょちょっとやってもらって、はい、すげえみたいな話だったのに、それでそれをこう真面目に V 撮りましたので、うん、オチがこれですか。先生、そうですよ、毎回ね、オチがありますので、いや、演出も、はい、もう脱帽です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、はい、そしてここからは、はい、N モードスタイルということでお送りします。はい、じゃあ行きましょう。あ、M ですね。はい、メイクモードスタイル。はい、じゃあ M モードスタイル行きましょう。今回は、はい、はい、今回ですね、ねちょっとなんか面白い質問が来ていて、はい、ヘアスタイルの仕方を教えてください、はい、教えますけどみたいな、うん、教えますけど、どんなスタイリングを教えればいいのかみたいなことで、多分ですね、いろいろな意味合いがありました。その他にも今回、うん、春先の、これから暖かくなってくるのでね、はい、春に、今年はどんなヘアスタイルが、うんうん、流行りますかということで、はい、まずは今年の春こんな感じがいいんじゃないということで、ポンちゃんの今日の、ね、髪型、はい、こんな感じで、ちょっとね、 A ラインこれちょっと A みたいな感じでね、うん、A ラインでこの下の部分にカールがたまっていて、はい、で前髪がクッとこう内巻きに入ってね、はい、今日ねさっき切ったばっかり短くて可愛いという、この状態から、アルっぽくするのにどうしたらいいかっていうのを、見ていただきたいと思うんですけども、ですね、今年の春、ぜひおすすめな、ですね、パーマっぽく、ラフに作る、エアというか空気じゃないですか、はい、エアインウェーブとか、はい、エアインカール、空気が入ったように見える。今ポンちゃんの髪型をこうやって見てもらうと、ちょっとこう巻いて厚みがあるから、はい、このカールのところ隙間があんまり見えない感じ。そうですね、はい、なんでちょっと
重たい感じがします、うん、そして普通のヘアワックスなんですけども、このヘアワックスをちょっと手にこんな感じで取ります。ちなみに今回使うのちょっと柔らかめ。そうなんです、これちょっと柔らかめのクリームタイプのやつですね、うん、で皆さん大体ですね、ワックスっていうのは指にとってこんな状態でこのままつけようと思うんですけど、はい、これだとですね、あんまり上手にスタイリングができないんですね、うん、なので、うん、後で手は洗えばいいですし、うん、濡れてるタオルとか置いとけばいいので、ワックスを取ったらもう手のひらに、指先に、こんな馴染ませるか、はい、伸ばすというか、そうなんです、うん、この手のひら全体がもうまるでこの手のひらがスタイリング剤のようにしていただいて、うん、スタイリングをする、はい、で、この時にですね、このカールをワックスをこんな風に、あ、もうカールをなんか結構潰しちゃってる感じに見えますけど、それでこれをですね、これよくあのカールを裂くっていうんですけども、はい、ちょっとずつこんな風に裂いていくと分かります、カールがこう広がっていく感じが、はい、これあのパーマやアイロンでね、こういう風にカールをつけた状態よりも、なんかもっとふわふわボリューム感が出る感じじゃないですか、はい、それで例えばさっきここに厚みがあったんで隙間が見えない感じだったと思うんですよ。ところが今こうやったことで隙間が見えますよね、はい、これがエアーが空気が入ってる感じに見えるので、エアインウェーブ、エアインカール、もしくはエアリーカールとかそういうような感じでね、こんな感じでほらもうボリュームがね、かわいいでしょ、右と左と全然違いますよね、全然違う、うん、じゃあ逆側も、はい、なんかあれ、裂けるチーズでしたっけ、うん、ああいう感じでこう、裂いていけるんですか、裂けるチーズ、なんでこうやってビーってやつ、なんだっけ、ああ、裂けるチーズちょっとそれは分かんない、あのグロスと一緒でこうそうそう、ね、まあそうね、裂けるチーズをこうなんか例えにしたことはないけどまあまあ、裂けるチーズにポンちゃんが感じたんであればポンちゃんは裂けるチーズを食べるときみたいにしてください、はい、同じ風にこうね、はい、こうワックスをなじませる、これをただひたすらこうね、うん、ほらこんな感じで、こんな感じで、うーん、裂いて簡単でしょう、なんか、はい、簡単で、あのウェーブやカールがよりパーマっぽくボリューム感も出る感じなんです、はい、で、たまにね、こういう風につまむじゃないですか、はい、これでつまんだ時に今もあった、あっちかな、うん、ちょっとあっちかな、あ、こういい、いいです、こうなった時にこれ、これ、これを裂きながら、今度はこれを持ちながらこんな風にする、これ指で逆毛を立てるような感じ、はい、こんな感じで、はい、これ指で逆毛を立てるようになると不思議にこれまたボリュームがどん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 できてきます、はい、うんうんうん、で、ある程度ボリューム感を出して、ボサボサすぎるところは軽く手でこんな風に押さえながら全体を仕上げていきます、はい、それでここの部分、うん、せっかく A ラインで作ってるので、ここの部分ほら、ここはボリューム出さないんですよね、はい、でこっちが広がってる感じにする、もっと A がこう広がってる、なんかフレアのスカート履いてるような、うんうん、にして、ちょっと外羽っぽい感じにしたりとか、これを自分でですね、あの自由にスタイリングをして、あのハンディスタイリングってもう分かりやすく言うと、この手がですね、この手のひらがワックスがいっぱいついてますので、うん、この手のひらを使えばもう自分の手が美容師さんですよ、ね、すごい動きがこうこんなに出るんですね、そうなんです、例えば前髪にしても、はい、さっきこういうふうにアイロンでくるってそう、ね、まっすぐね、こう下ろしてます、うん、これを例えば、うん、ほんの少しだけこんなふうに前髪の部分ワックスを手でなじませていきます、ね、でなじませていって、ちょっとつまんだ感じにして流す感じですと、さっきまで前髪がですねまっすぐに降りてた感じがほんの少しだけちょっとサイドパート横分けっぽい感じになる、はい、でこれ たまにねこう前髪ずっと下ろしてる人なんかだったら、うん、ちょっとこう気分を変えてる時あるじゃないですか、そんな時に簡単にワックスを使って前髪の雰囲気も変えるという、ね、で戻したい時は前髪なんか例えばスプレーで今かっちり固めてないんで、こういう風にしてパッパッてやると元のカールが効いてるから
戻る、はい、で例えば逆側にしたいんだったら逆側に回すとかね、こんなことが自在なんです。でも本当ワックスだとちょっとした動きがつけられるので、うん、ね、美容院に行って、うん、例えばパーマをかけたいとか、はい、なんかそういうね、でもやっぱりパーマをかけて実はヘアカラーもしてるから、うん、やっぱ傷んじゃうじゃないですか、うんうん、傷んじゃうからどうしようかなって人なんかで、まずはじゃあお試しとしては、そうですね、今だったら32ミリとか25ミリっていう太さのアイロンがあるんで、はい、カールを固定、ね、ミックス巻きで普通につけてもらう、ね、ミックス巻きでつけて、ミックス巻きというのは内側に巻いたり、そうです、内側についてまあそうですね、内外内外みたいな感じで、はい、すごいランダムでいいと思うんですね、うん、ランダムにカールをつけて、でそれを今みたいに 手のひらにワックスをつけて、はい、これをこんな感じでこうね裂いていく、はい、ゴンちゃん流で言うと裂けるチーズの、そう、はい、の要領で、はい、はい、ね、はい、完成です。ツイッターからのちょっと質問が来てました、はい、男性の場合は今こうどういうのをするとおすすめですかという、男性の場合ですね、まあ男性はですね、今ここのスタジオにたくさん男性いますが、まあ、ヒロポンは例外として、まあじゃ あの僕のスタイルでいきましょうか、うん、僕のヘアスタイルもそうなんですけども、僕のスタイルもねエアインレーズ、そうですよね、もともと僕はすごいストレートなんですね、今日なんで正直会った時ピチャーン、そうですね、もうねみんなのヘアメイクをねまずしてそうです、ね、自分は最後って言ってね、うん、もうふっと気づくと、あ、時間がないってガーッてやるんですけど、そんな時間がない時でもヘアワックスをですね、今みたいにこの手に、うんうん、これが今日ポイントです、手のひらにワックスをね、しっかりつけて、はい、で初めはですね、今こういう風にちょっとスプレーとかかけちゃってるんですけど、こうなる前はこんな感じでもう自分の頭をですね、うんうんうん、ぐちゃぐちゃってこれワックスをこう全体的にこうなじませてるんですよね、中にもこう、そうなんですよ、はい、なんか手でこうワックスでパーマをかけてるような感じになりますよね、はいはい、でこのボサボサでボリュームが出た感じ、はい、これをですね鏡とかを見ながらちょっとバランスを取っていくみたいな、そうなんです、抑えるちょっとこの辺はこうかなみたいなことを言う、うんうん、で欲しいボリュームっていうのがどこに、この辺かな、この辺かなって自分の中で計算しながら行くんですけども、はい、今年というかちょっと前から前髪がこういう風にストレートにこう降りてる感じ、はい、だけどトップとかつむじの周りをボリューム出すっていうスタイルがね、はい、例えば、僕がやってるヒローズセブンプラスとかだと、はい、マッティとかリーダーとかは前髪が割とこうストレートに、そうですね、マッキーなことまさにストレートっぽくて、つむじの周りだけパーマをかけて盛り上げてる感じっていうのは非常に今男性のメンズスタイルに結構流行ってる。あとはちょっと前からやっぱもみあげがね、長くピッとこういうふうにこうしてタイトに見える。でこれは相変わらずまあ今年も流行ってるんですけど、このもみあげをまっすぐこうしてたの、これをちょっとですね外羽っぽくするような感じで、こう動きを出しながら、はい、このもみあげ自身が顔にかかるんじゃなくてちょっと外側に行くような、はいはいはい、こういう流れていく感じっていうのが少しずつ出ていて、でこれもパーマとかかけなくてもワックスでこのように動かす時に、うんうん、髪の毛全体に均等にスタイリング剤がついていればスタイリングが可能です、うん、ということでこのヘアワックスを今日ねこういうちょっとクリームタイプのちょっとファイバータイプなんですけども、うん、粘りがあるこういうタイプのものを使ってそんなにハードじゃなくていいと思います、うんうん、でこれを手のひらになすりつけて、この手のひらが、うん、スタイリングをする道具になります。で自分できちんとスタイルが決まった欲しいところにボリュームを出るようになった完成した状態で普通のヘアスプレーを使ってここでキープをしていく、はい、じゃあ私にもスプレーしてもらってもいいですか？せっかくしていただいて。そうだよね。今柳さんのだけと。いやいや、俺でもね、何も見ないで俺自分の顔とか頭やってるからさ、スプレーが今自分の頭にかかってくるから分かんないね。そうだね、ポンちゃんね、髪の毛。で、スプレーもですね、うん、こうなんか一箇所からシューッとかけるんじゃなくて、はい、部分的にもうこのぐらい離してこう。
ピッてこう出してですね、はい、もうミスト状にこう空気の中でミスト状にこう散ってるような感じで、はい、スプレーの粒子がこう分散していく感じのつけ方がいいですよね、はい、で特に前髪なんかそうなんですけどしっかり固めちゃうと何かの拍子に風が強い時とかパッと割れたら本当に割れたまんまになっちゃうんでもうこういうところも例えばかかんないようにしてもう本当にふわっとかけて表面だけで、うんうん、基本的にこれが崩れてきたらねまた自分で調整して、はい、で手直しができる、今年の春のヘアスタイルは、僕はあの冬とかだとがっちり固めている、うん、もう本当にあのフォーマルとかだともうスーツとかね、はい、あの女性でもそのフォーマルウェアにした時とかアップできっちりみたいな、うん、春はそうじゃなくてふわふわした感じがいいじゃないですか、はい、だからなんかがっちり固めるというよりはふわふわにこう後で手直しが効くぐらいのスタイリングがいいんじゃないかなということで、はい、これはですね M モードスタイルのおすすめ、はい、ヘアセット術ということで、うん、はい、エアリーカール、エアリーウェーブ、レディースもメンズもエアリーな、はい、スタイルで今年は春を楽しんでもらいたいなっていうふうに思います、はい、楽しみたいと思います。ごめんなさい、もう一つ質問してもいいですか？はいはい、あの男性の方、そのもみあげちょっと浮かせるのが流行ってるっていうので、うんうん、なんか浮かせるとズラっぽく見えませんかズラっぽくそれなんかそのこう防ぐなんかあズラっぽくね、まああの完全なくなっちゃうからこう僕もねもみあげない、はい、あないですね本当だもみあげないんだ。ナチュラルでそんなにないんですか？いやなんか生まれた時からじゃあナチュラルだ。うん、そうなの。一回もちろんそうだからテクノカットが流行った時に、はいはい、あのテクノカットできなかったね、もみあげがなくてあれで、基本的にはこれをこういう風にしていって、はい、あの縦に長いスタイルが流行りだしてからなんですね、もみあげこういう風に、うんうん、ところが最近のラインってさっき言ったエアインウェーブとかエアリーカールとかっていうようにちょっとパーマっぽい無造作な感じが増えてくると、うん、本来はここはまっすぐでここがふわふわでておかしいじゃないですか、はい、うんうん、だからここがふわふわだったらそれほどふわふわじゃないけどあの似たぐらいこうなんか動きをつけてあげるっていうのと、あとはですね多分今その方がおっしゃってる部分っていうのはこれがピョンと浮いてたらカツラっぽいよねってことだ。これはカツラっぽい、ね、気をつけてあこういうちょっとこう後ろにこうなる、そうです、こういうことじゃなくてこれがちょっと横にこう行ったりとかですね、はいはい、これがちゃんと散らせていくようなこういうことをちゃんとしていく、はいはい、こういうことでまとめていってもみあげがそんなにこう顔にかかってなくても、うんうんうん、なんか割と自然でしょうね、はい、ということなんです。これがいわゆるそのこれってですね実はあのバランスがありまして、うんうん、これはあの実はこのバランスについては、はい、以前あの NHK の、他番組ですけど、はい、NHK の R の法則って番組でも、僕がゲストに出させてもらってお伝えしたんですけども、うん、こことここの比率のバランスがある、はい、うんうん、1対 1.6 という黄金比率がありまして、はい、この1対 1.6 の黄金比率にきちんと当てはまっていればある程度これがピッてなってて、もうここに高さをこういうふうに出しているとバランスが取れるという、そうです。1対 1.6 1対 1.6 のその黄金比率について、美容黄金比率をですね、なんとまだあの未確定なんですけども、来月またちょっと実は NHK のゲストで呼ばれまして、また詳しく決まりましたですね、はい、ブログ等でお伝えしたいと思いますので、はい、ぜひ見て勉強したいと思います。お楽しみにしていてください、はい、ということで今日の M モードスタイルですね、はい、みんな勉強になりましたでしょうか？もみあげの件も大丈夫でしょうかね。もみあげはこうじゃないね、もう決してこういうことじゃないですよね。こうじゃなくてちゃんと自分のこういう動きを出すというですね、で一番今日のポイントもう本当に手のひらにワックスをベタベタしますけどつけてください、はい、この間僕戻ったら手洗いたい感じなんですけど、この感じでこの手のねひらが、スタイリングの道具になりますので、はい、皆さんねベタベタするのを嫌がらずにちゃんとワックスを手になじませるということを覚えておいてください。はい、ということで、今日はですねヘアセット、はい、ということでお送りいたしました。それでは CM です、どうぞ。負けられない世界、踊りたく焼け見えない
はい、ここで VTR をね今日もいただいてるそうなんですということなんですけど、はい、実は今日 VTR ゲスト、はい、建築家の、財津一郎さん、はい、まあ、建築家の財津一郎さん、はい、まあ、この番組をご覧 の、 あの皆さんは、ご存じない方も、うん、いらっしゃると思いますけども、実はですね非常にこう有名な、うん、もう超大物建築家で、まあ、偶然ですね、その財津さんの、奥様、はい、シャンソンシンガーで、まあ、もともとですね、僕の美容室のサロンのお客様なんです。はい、で奥様の紹介でご主人の財津一郎さんに、まあまあ、こういう機会があってですね、はい、まあ、いろいろお食事ご一緒させてもらったりとか、でそういう中でその、まあ、建築っていうかですね、うん、もうデザインとか、うん、まあ、そういうこと全般をいろいろこうなんか、まあ、僕自身がね、うん、その興味あることをいろいろ教えていただいたり、はい、そして僕はハリウッドビューティー専門学校という、うんうん、六本木ヒルズエリアにある、はい、まあ、最新ビルのですね、六本木ヒルズハリウッドプラザとか、はい、ヒルズレジデンス の、うんうん、建築顧問として、うん、まあ、すごいですね、建物自体ですね、うん、とか、まあ、あとはですね我々の業界でいうとその美容室を、はい、世の中に何店舗も、うん、プロデュースされているというですね、うんうん、我々美容家にとっては将来財津さんにぜひ美容室をプロデュースしてもらいたいなみたいな、うんうん、そんな思いと、まあ、前回のですね、うん、神津さんがいらしていただいた時に、はい、レタッチ対決あったじゃないですか。ありましたね。であれ意外に好評で、うんうん、で、まあ、今回実は僕がですね以前撮った、まあ、作品をですね、うん、今レタッチし直して、はい、とある写真コンテストにですね、はい、応募しようかなというか、まあ、そういう声をかけていただきまして、はい、でレタッチし直したその写真を、うん、はい、実は財津さんに見ていただいて、うん、まあ、この写真はどうでしょうということでそういう総評もいただいておりますので、あ、じゃあその対談模様が今から見れるということで、はい、今から VTR で皆さんにお届けしたいと思います。はい、はい、では早速 VTR どうぞ。はい、ということで、ワイモードスタイル、今日のゲストの建築家の、財津一郎さんにお越しいただいて、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今まで散々ちょっとリハーサルのようにいろいろお話しさせていただいたんですけども、今日はですね、まあ、一つは、今の美容界のですね、まあ、ちょうどその、この放送が13日ですから、先週のその10日の日にハリウッドビューティー専門学校で卒業式が、ありまして、僕が今教えているその美容学生たち、みんな、就職するものもあり、まあ、進学するものもありで、まあ、全体的にそのなんかその将来的な進路についてちょっとそのアンケートを行ったんですけども、我々が、まあ、美容学生の頃って言うとやっぱり将来的にはその自分の城となる美容室の、まあ、将来はなんかやっぱりたくさん従業員を抱えてみたいな夢があったんですけど、なんとその将来的な夢で自分の美容室を持ちたいという学生が全体で 13% しかいなかった。でこれはその夢をこれからね追っかけていかなきゃいけない我々にとって今の若者がその夢逃避といいますか、やっぱりちょっと寂しい現実が非常にこうあるなという、そういう部分をぜひですね、財津さんにちょっと今のその若者の、まあ何でしょうか、まあその夢をこう追わないそのリスクを背負わないという部分についてちょっとそのご意見をですね、お聞かせいただければと思うんですが、はい、そうですね、まあ美容というのはね、はい、やはり一般的に言いますと美容ね、はい、追求する仕事じゃないですか、はい、ね、逆の意味合いがいろいろありますけど、一口に言いますとね、でその美というものは何かっていうねことなんですけど、その現代はねその美の多様性が できちゃってるんですよ。だから必ずしも美容の学校行ってても美容師にならなくても美に関わることができるんじゃないかっていうことは一つありますよね。なるほど、ね、はい、
それはもちろん背中合わせにリスクを負わなくても美に携わることができるという。なるほど。で、我々の若い頃はやっぱり美を追求するのはリスクを負うことだったんですよ、うん、でも現代はですね、情報量も多いですし、情報の中では、美に関わることができるわけですね、うん、その辺が一つあると思うんですよ。情報量が多いっていうと、例えば美容師とこうなんか経営するっていうと、まあ、いわゆるオーナーになるってことは経営者にならなきゃいけない。やっぱりその昔はなんかその社長とかいう言葉に憧れて、まあ、経営ももう全然右も左もわからないでお店を経営してみようっていう若者が多かったんですけど、まあ、ある意味今の若者って何でも知ってるっていうことになりますよね、うん、そういうリスクをこうやはりなんていうんでしょうね、やっぱり、まあ、落ちたがらないというんですか、はい、まあ、この辺例えばその、まあ、これからその美容を目指していくやっぱ若者が、まあ、どうすればそういう部分で、まあ、夢を持っていけるかというとですね、例えば IT の世界とかだと若くして起業される方がたくさんいらっしゃってやっぱり成功される方が多いんですけど、やっぱりそういうことでいうと、なんかみんな美容を目指す若者がどんどん依存体質にこうなっていくような気がやっぱりするんですね。ですのでやっぱり大地さんはいろいろ美容室とかもたくさんこう、まあ、デザインとかもされて、僕はやっぱりこの年になってもう一回ちゃんとこう店舗っていうものを自分で経営してみたいという夢がまた改めて大地さんとお会いしてできたんですけど、ちょっと視聴者がですね、多分僕の番組はそういう美容を目指す若者が多いと思われますので、ちょっとそういう夢をこう取り戻すような何かメッセージをぜひもらえたらと思うんですけど、はい、美容室のね、経営するっていうのは基本的に2つ方向性があるんですよね、はい、で1つはですね、人にね、人にお客をお客さんを人に呼ぶか、一つは店に呼ぶか、その二つ分かれるんですよ。で従来一番多いのは人が呼ぶんだというですね。でもう一つはいろんなチェーン店が大手のチェーン店がやってる次第ですけど、店にお客をつける、店がお客を呼ぶんだという話があるんですね。その二つがあるんです。ただ現在はそれがちょっと非常にそのオーバーラップしてきましてね、はっきり分かれてはいませんけども、でそういう中でですね、必ずしも人に呼ばなく、人が要するに人にお客が呼ばなくても、人がお客を呼ばなくても、なんて言いますかね、人を取り巻くね、環境がね、はい、環境がお客さんを呼ぶだっていう方向性に、ね、なっていく傾向がありますよね、はい、でそういう発想であれば必ずしも経営者にならなくてもやっていけるわけですよね。で、まあ、もう一つはカリスマにならなくてもやっていけるわけですよ。そういう方向性があるんじゃないかと思いますね。例えばこれからそういう、まあ、今の教え子とか僕のアシスタントたちも将来的にはこう依存しないでどんどん独立していって頑張ってほしいと思ってるんですけど、例えば大地さんが考える、まあ、その例えば店舗っていうか、まあ、その先ほど言われたようなその店舗がお客様を呼ぶといいますか、そういったそのじゃあどういった店舗がお客様、例えばそのカットスペースとかお客様の待ち合いであるとか、まあ、シャンプーブースであるとか、まあ、そういう部分でぜひこれをこうすべきみたいな、なんかそのこれからお店をもし持ちたいと思う人たちにそういったアドバイスって何かありますか？それはね、店作りっていうのはハード面とソフト面がございますでしょ、はい、ハード面は、まあ、二の次は私いいと思うんです。もちろんハードをやってきた人間として言うのはおかしいんですが、ハード面は二の次で、ソフト面が結果的にハードを作るって形に持っていけるんですね。でソフト面は何かって言いますとね、まあ、ホスピタリティですよ、うん、これはね、要するにそこに来ることによって何かそのもてなされているというか、ね、心が癒されるというかね、そういうその雰囲気に、助けるのがハード面、ですからハード面ではこういうものは絶対ないです。なるほどね、はい、
美容っていうのはヘアの場合はね、髪に触れるってことじゃないですか、はい、髪に触れるっていうことは心に触れるってことです、はい、まずそこから発想すればいいと思いますね、はい、そうするためにはどうするのかお客さんに対するホスピタリティだと、ホスピタリティですね、我々も学校でこう教育をしている立場でホスピタリティというのが一番伝えなきゃいけない部分なんですけど、なかなかこう伝えきれないまま学生が卒業してしまう、まあ、ケースがほとんどなんですけど、例えばその今後美容室をこう、まあ、美容室をこう経営させたいというわけではないんですけど、もっともっと若い世代に今の10代から20代の、まあ、そういった若い世代でもっと美容業界をこうリードしてもらいたいという気持ちがあるんですけども、例えば財津さん的に財津さん その今のスタンスから、じゃあ今の若い人こんなことをやっていけば美容界のリーダーになれるよみたいな、こんなちょっとアドバイスとかありますか。まあ、それはね、はい、チャレンジですよね。あ、でも若い人はやりましょう聞きますから、やってみればいいんですよ。なるほど。もう本当にやってみればいいです。なかなかやりましょう聞きます。ね、確かにそのなんかちょっと今の若者特有のちょっとチャレンジ精神が足りないというのは非常にこう学校でこう教壇に立っててもすごく感じるんですけども、まあさっきもちょっといろいろ収録前にちょっとお話しさせていただいていて、その、まあ、一つはやっぱり我々の年代がそのまだまだもっとそういう大地さんたちの年代に影響を受けることって多いと思うんですね。ですので、まあ、この番組は一応そのインターネット中放送で全世界、まあ、その中にはヨーロッパとかアジア連邦 その海外の美容学生とかからも多分 そういった興味を持たれて見ている見てるその視聴者が多いと思うんですけど、まあ、例えばじゃあこの質問のちょっと最後になりますけれども、まあ、これからその美容というかですね、美容、まあ、この番組のテーマは「ビューティー&クリエイティブ」を、まあ、この番組からモードとして発信しようというのがあるんですけど、まあ、そのチャレンジしていく、これからもその美容を目指す、クリエイティブを目指す若者たちが、まあ、例えばどのようにして夢を持つかという、まあ、というかもっと夢をもっと持てよというようなですね、まあまあ、僕にしてみれば大先輩の大地さんからそういう夢を与えるような、まあ、なんかメッセージみたいな、視聴者に何かいただければなと思うんですけども、はい、結局ですね、人類のね、大げさな話ですから、はい、唯一人類のね、他の哺乳動物と違うところは美意識なんですよね。美意識、はい、美というものを彫るとかね、美というものをめでるとか、美意識なんですよ、はい、ですからその流れの中に当然ね、美容という言葉の美がついているように、ヘアもメイクもみんなあるわけですよね。そういう流れにあるわけですから、ですからね、これは素晴らしい仕事なんですよ。これは、ね、美術館に行ってね、はい、絵を見るのと同じですから。なるほど。ね、はい、そういう発想で、ね、関わればいいんですよ。で、必ずしも経営者にならなくても、そういう発想であれば、豊かな被害になると思うんですよね。美容に関わって、何にしても豊かになれると。なるほど。ね、はい、関わって豊かになれる、はい、そういうメッセージをいただきました。でさ、最後になりますが、先ほど見ていただいたちょっと左に貼ってあるですね、僕の作品なんですけども、はいはい、まあ、もう5年前に初めてデジカメの一眼レフで撮影した、まあ、作品で、まあ、レタッチをしてその写真展に応募して、まあ、今回もですね、以前去年の8月に見ていただいた作品展で同じ構図のものを見ていただいたんですけども、ちょっとレタッチを変えて、はい、基本的には構図としては同じものなんですけども、作品について財津さんから、感想というかですね、ぜひちょっと一言いただけたらと思います。面白いですね。ありがとうございます。面白いですね。面白いってことは大事なことで、
要するに美術作品とかですね、そのクリエイティブなものを見て、人が見たときに面白いと思うことは非常に大切なんですよ。面白いって言えば、その非常にインテレスティングって言うんですね、はい、興味を持つような調査で、そういう意味では面白いですけど、冷静にね、見ると、ちょっとダリみたいな感じもするし、なんか修理な感じもしますしね、そういう見方をしなくてもね、ダリを知らない人が見ても、なんか面白いなと思うとこがいいと思いますね。あれはどういう空間に飾るんですか？それが非常に大事です。つまり基本的には黒っぽい、ね、あの画面ですから、どういう場所に展示するかによって効果が違ったそう違ったまさに前に作品展にいらしていただいた時もいろいろそのお話伺ってて、本当はその黒い空間に貼りたいというか、残念ながら美容室は黒い空間で暗い空間というわけにいかなかったので、逆ですね、普通はね。そうですね。ですので、発想としてはですね、黒い空間の中で、でダリはまさにおっしゃる通り、自分の好きなダリのああいったその曲線であるとかっていうことをボディーペインティングでこう、表現したというのがあるんですけど、今古典なのか何なのか分からないんですけど、例えば将来であれば自分がプロデュースできるものであれば、カフェであるとか、分かんないですけど、バーみたいなところの空間で、ああいう作品をもう飾っていけたらいいなと思ってますけど、ふっと私はね、あれ見て、あいたアイデアですけど、あれのカラーのトーンをまるっきり変えてやってみるという。ああ、なるほど、ね、はい。それはなんか、あれですけど、あれはなんか、手の、その銀色のボディーペイントの黒の。中に黒が一応その、手の中の血管みたいな、こういう骨と血管みたいなことを一応こう表現しているんですけど、例えばああいう部分を黒じゃなくて全然現象ですね。そういうことです。例えば、赤のシリーズとか同じ青のシリーズとかあったら面白いかもしれません。はい、ああ、なるほどですね。それはちょっと自分の中で全然分かってますね。もうちょっとレタッチはまだあれで完成ではないので、ちょっと大地さんのアドバイスも聞きつつ、またちょっと今日から作業に入ろうかなと思ったので、ちょっとそのアドバイスを聞きながらいくつかまたちょっと、作品のレタッチ進めてみたいと思います。ありがとうございます。出来上がったらまたぜひ見て、ちょっといろいろご意見を聞かせてください、ありがとうございます、はい、ということで、ゲストの財津、一郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。というね、はい、ちょっと対談の模様を見ていただきましたが、いい話をね、この時期になると、はい、僕いろんな、美容学校とかでね、はい、講師をさせていただいて、卒業シーズンじゃないですか、はい、それでその僕が教えた教え子たちがね、その就職したり進学したりとかいう中で、本当にね、なんて言うんだろう、みんな独立心がないっていうか、僕らが美容師の時ってもっとなんか卒業したら自分の店を持ちます、自分の城を持ちますみたいな感じなのに、全然もうなんとね、卒業して自分の美容院を持ちたいって、もうね、統計で 13% 全体の、そんなもんなんですか。みんなね、でどうしたいかっていうと、ちゃんとした美容師も企業とかでやってるね、そういうちゃんと、サポートしてくれる企業があるところだから、ただそういうとこ行ったらほら、お給料も反対じゃないですか。そうですね、雇われてるということでね、で保険もちゃんとかすごいこう、なんて言ったらいいだろう、依存体質っていうかね。で僕らはやっぱりその財津さんみたいな、そういう有名なね、やっぱり建築デザイナーの方とかに、たくさん稼いでさ、やっぱりお店をプロデュースしてもらいたいみたいな夢をね、ぜひこの番組を見ている、これから美容家として頑張っていく皆さんに、やっぱりね、お店を持つ のだけが最終地点じゃないんだけど、ないけど、野心や夢とかね、持ってってほしいなというか、持ち続けて自分たちもいたいですよね。そうなんですよ、夢をね、若者にね、
なくしてほしくないなってことで、うん、大先輩からのメッセージをきっとね、はい、こう届ければあの番組見てる人が、うん、俺もじゃあ頑張ってって気持ちになってくれるかなということで、うん、もう本当にあの今回ですねお願いしてゲストに出ていただいたという、はい、財津さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、ということですね、うんうん、ここからは、はいはい、ちょっと話が変わりまして、うん、先日あけみずバーにお邪魔してきまして、はい、ちょっとだけ後半出してもらって、うんうん、で、まあ、そこにゲストに、はい、あのトリックのメンバーが出てたんですよ、ええ、でそのなんとなんとですねあのトリックのメンバーの、うん、今回あの、まあ、番組この、 あのワードネット TV あけみずバーのバージョン、はい、もう本当にあの他では手に入らないプレミアムの、アーティスト写真を、はい、なんと僕がですね撮影させてもらいました。あ、はい、すごいすごい、はい、でどんな感じになったかということを、はい、うん、この写真をですねあるんですか今日。え、今日はもう見れる。あの本邦初公開、あの多分全世界初公開、柳が撮った、トリックのアーシャン、はい、ご覧いただいちゃおうかなと思うんですが、じゃあちょっと 見たいです。見せてください。こんな感じでどうですか。いいね、はい、私ねちょっとね小さすぎてみたそういうそういうリアクションなんだ。なんかなんで黙ってんだろうそうパソコンの前の皆さんはねこう画面近くで見えるかもしれないです。私ちょっとモニターが遠すぎて見えないですけど、はい、ね、あすごいかっこいいロゴが入って、うんうん、ね、こうワードネット TV のこうねワードネット TV あけみずバーのねこれオリジナルですよ。すごい。そしてあのね、うん、僕の名前もクレジット入ってるね。はい、はい、まあ、ありがとうございます、うん、なんかあのすごいやっぱりねロックンロールな5人組なんで、うんうん、かっこいいんだよね。まあそのやっぱり、はい、あのロックンロールのこう5人の、もちろんですねビジュアルイメージを損なわないために、うんうん、あのま、あのスタジオで撮影したんですけど、はい、ちょっとこう気合い入れでレダッチを、うんうんうん、はい、して、はいはい、ちなみにこれは どうすると手に入るんですか。はい、これはですね、はい、トリックの CD を、はい、このワードネット TV ビビルマートでお買い上げいただくと、はい、特典で、まず特典でついてくると、はい、じゃあ、ビビルマートで買わないとこの写真は手に入らないという。やらしい方ですけどやらしい方ですけど、CD ショップとかで買っても、うん、ついてきませんと、うん、チューレコードとかで買ってもダメです、はい、あのビビルマートで買わないと、うん、この写真はついてきません、はい、ぜひぜひ、はい、なんかウンとかエジソンとかでもダメです、ねはい、ですのでビビルマートでぜひ買っていただいて、はい、ぜひあのこの柳が撮影したですね、トリック の、うん、このアーティスト写真、はい、手に取ってですねじっくりいただきたいと思います、はい、ちなみに3月21日発売で、はい、今は予約受付中ということで、はい、ビビルマートの方で予約受付しておりますのでぜひぜひ皆さんね、特典、はい、ビビルマート限定の特典ですので、はい、ぜひぜひ皆さん予約の方、はい、してみてください。はいはい、はい、ということで、ね、もう一つお知らせが、そうそう、はい、写真つながりでということで、そうなんですよ、うん、実は、もうね、おなじみヒローズセブンプラスが、はい、皆さんご存知だと思うんですけど、あの香港のですね、はい、アジアポップミュージックフェスティバルに、なんとヒローズセブンプラス日本を代表して出演が決定した、ね、出場が、ね、はい、決定して、僕一緒に香港に行ってきます。いいなぁ、さっきもそう話したときいいなぁそうなんですよ、ネイルのゆきちゃんとかいいでもね、スケジュール見たらね滞在期間中ね、プライベートの時間がね帰りの日しかないんで、それも帰りで結構早い時間で飛行機だから、うんうんうん、いつ買い物するのかなみたいなね、行ったことないんですけど、そうだよね、そうだよね、そうなんだけど、行ったらさ、ちょっとね、100万ドルの夜景を見ながら、ちょっとバーで一杯飲みたいななんて思うじゃない。でも絶対時間どっかで見つけて。いや、それはもちろんどっかで作りますけど、はい、まあ、ね、それはそれでさておき、そのやっぱりですね、衣装。そうなんですよ。うん、ヒローズセブンプラスが初めて、香港の地でですね、うんうん、あの素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるためには、はい、ヘアメイクはもちろん、はい、もちろんですよ。ヘアメイクはもう、僕はもう自信を持ってお勧めする。うん、やっぱりコスチューム衣装ですよ、うん、今回なんと、久しぶりにですね、
自ら柳自ら衣装プロデュース。いやー、はい、すごい。あるよね。いやこれがね本当にね、大変です、うん、もうなんかガチで大変、うんうん、もういろいろな方にご迷惑をかけてますが、スケジュールの面とかにですね、はい、何しろもう、プランニングをしてですね、はい、デザインからそういうことも全部含めて自分の中で、うんうん、コンセプトを立てて、で、まあ、実際ですね、羽織とかそういうのを今縫ったりとか、うん、まあ 僕じゃなくて縫う人は別にいらっしゃるんですけど、はい、そういう指示をしたりとか、着物も実際自分で触ってとかですね、生地選んだりとか、はい、そういうことを今して、うん、まだちょっと出来上がってないというか、うん、お店はできないんですけども、はい、かなりかっこいいです。楽しみ。もうかなり自信作が。じゃあ結構その和柄とかも結構そのポイントで入れたりとか、やっぱりヒローズセブンプラスというかね、うん、やっぱりその日本の侍ですから、うん、この侍和をどのようにこうやっぱりね、うんうんうん、象徴していくかってことで、これはね、うん、頭を悩ませたんだけどね、うん、これはねはっきり言ってかっこいい、うん、どこの国にも絶対負けない自信があるね、うん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 、もう本当にね、ヒローズのファンの方ももしこの番組を、うん、見ていて、くださったらですね、これは必見です、うん、ヒローズセブンプラスのニュー衣装、うん、染谷君にはかわいそうだけどね。まあ俺の衣装の方が上かなって。嘘です今のね。これね、これカットできないままでね。生放送今2階で泣いてるかもしれないからね。ということで、まあでもね本当にかっこいい衣装。いや楽しみですね、はい、でも私も最近思うのがやっぱ和のなんていうの良さっていうのがね、そうなんか少しずつちょっと気づいてもらったかわかんないんですけど、うん、僕前回まで白衣で、うん、ね、タンクトップで、うんうん、MXTV の5時に夢中で、はい、柳塾長でご出演、うん、昨日めでたく最終回で、はいはい、お疲れ様でございました。ありがとうございます。ということで昨日でですね、白衣の柳塾長とお別れということで、今日その和ということで、今日ね、このコーディネートの中にちらっとこう見るとですね、和柄のこんなね、巻き決してふんどしではないですね。ちょっとずれちゃってますね。言うね。いやずれてるじゃん、これずらして履いてるんだよ。ずれてんじゃないっていうのね。ねえ、かっこいい。そうなんです。 和洋のね、うん、こうやっぱりコーディネートっていうのをこれからどういう風に作っていこうかなっていうので、うんうん、今回のヒローズセブンプラスの衣装をこれ多分ねきっかけにこういうことをですねどんどん広めていきたい、うん、例えば今京都なんか行っても、はい、ちょっと面白くて普通の古典的なね、うん、もう本当に昔からある老舗の着物屋さんで入るじゃないですか、はい、そうするとね着物柄でスーツとか売ってるとか、タキシードとかあるでしょ、はい、普通のメンズのタキシードなんだけど、タキシード襟が和柄の帯の柄だったりとか、すごいかっこいいよね。でそういうのをやっぱり見ると、あ、じゃあ俺だったらこれはこっちの方がいいなと か、うんうんうん、だからベルトの一部に、はい、あ、じゃあ組紐入れたら面白いかなとか、うんうんうん、だからそういうやっぱり日本の伝統のそういったものを今の要塞っていうものにどういうふうに組み合わせればかっこよくなるかというのが、まあ、クリエイターのね、はい、柳の、腕の見せ所ということで、うん、これはですね本当にですね、自信があります、はいはい、それは3月18日にヒローズセブンの番組があって、そこにちょっと見れるかなというね、ちょっと匂わすとこかもしれないね。柳に頑張ってるからね、メンバー柳に頑張ってるよ。でもね、これね物理的にねかっこいいかっこいいとこんだけ言っといてね、うん、物理的にもう20日ぐらいまでにね仕上げなきゃいけないんですよ。じゃあもう18日には完成。結構今涼しい顔して今日ビールとか飲んでますけど、実はちょっとドキドキ、今頃愛子さん大丈夫かなとかね。あとまあ柳さんもドキドキかもしれないですけど、はい、縫う方とかもね結構なんか大変そうですね。結構なんかこの間もトリックの撮影の時にここに来て、うん、でみんなでガーッとか縫ってる時に、うん、で僕ビールとか飲んで結局サーちゃんとかって気づいたら2時ぐらい飲んじゃって、うんうん、結構メールとかでクレームが入ってて、うんうんね、でもやっぱこうなんていうの、アイデアをねやっぱ出すのがね、はい、そうですね、アイデアを出すのと優秀なスタッフをコーディネートする、うん、キャスティングすることも、ね、うん、
あの衣装プランナーの大事な仕事かなという。そうですね、いやでも私もなんか、ね、衣装とか作ってみたいなと思って、まあ、自分では縫えないんですけど、うん、例えば、ね、洋服屋さん買いに行っても、うんうん、あここがこうなってればいいのになって結構あるので、多分ボンちゃんなんかもさ、そういうさロックテストの服とか好きだしさ、うんうん、自分だったらこうとかあると思うんで、それね楽しいよ、ね、これ自分でミシンも踏むし、あそうなんですか、うん、あの全然あの裁縫もするし、でここをこういう風になってたらと思って、今まではほら時間もなくてできなかったけど、あじゃあ例えばベストなのかもね、うんうん、これ今最近気に入ってるブランドのベストなんだけど、はい、あのベストとこうなってるだけ、うんうんうん、だけどここにこれが入るだけでグレーの服との合わせもできるし、はあね、もちろん黒のものとのコーディネートもできるし、うん、まあ例えば普通のブラウスとかワイシャツじゃなくてこういうなんかロンティーとかに合わせてとか、うん、締まる感じしますよね、この色が入るだけで、うん、っていうこととかをなんか考えたら、例えばさ余ってるさ、うん、なんかベストとかなんか裁断してここミシンでビーって縫うだけで、ね、そしたらできちゃうんだみたいな、ね、表裏はさともかく表はね、うん、なんかこんな感じいいんじゃないみたいなことができそうじゃないですか、うんうんうん、っていうところから考えていくと、うん、もーちゃんでも絶対デザインできるかな、ね、うん、なんかちょっとチャレンジしてみる、もう全然お手伝いします。あ本当ですか、うん、はい、任せる。じゃあぜひやってみたいと思います。はい、はい、ということで、あのヒローズセブンプラスの衣装、3月18日に見れるかも、かもですね、ということなので、お約束はない、ね、はい、できないです。皆さんお楽しみにということで、CM の後はゲストの方の登場です。それでは CM どうぞ。本日もですね、ゲストの方にお越しいただいております、はい、じゃあ柳さんの方から紹介していただいてもよろしいでしょうか。わかりました、はい、はい、じゃあ椿さんと徹さんです。あー、ようこそお越しくださいました。こんにちは。なんかね、ぶっちゃけて話すと、はい、本番間に合ってないですか。本番始まってからいらっしゃるという ね、前代も始まって、番組始まって以来のね、はい、まあ、お忙しい、ね、いや、いいんですよ、ね、あ、じゃあまあぜひ飲んでください。乾杯しましょうか。ということで、じゃあいつもね、俺もうこの番組始まって、こう MC やらせてもらって、初アルコール、はい、あ、1回だけあるんだな、アルコール飲んだらちょっと番組がぐちゃぐちゃになっちゃったな。そうとりあえずじゃあどうもいらっしゃいませということで、いらっしゃいませ、はい、あ、すみません、はじめまして。ずっと飲んでていい？お、いいっすね、はい、いや、実はこの間ね、そのトリックが、はい、大島明美さんの番組で明美ズバーっていう番組があって、番組で一応その明美さんがなんか、うん、まあ、パーソナリティっていうよりなんか バーにようこそみたいなこと でそのトリックの写真をここに撮りに来て、でそれを撮りに来た時にちょうど本番が始まってきて、でまあ写真撮るっていうからなんか一応こうみんなメイクとかもしてなのかなと思ってたら、もうメンバー全員もうガンガン飲んでて、もうなんか6階に上がってきたらもうちょっと酒臭い感じなので、それで、いや、もう MC の明美さん、大島明美さんも飲んでて、うわーとか思って、あ、これいいなみたいな。でちょっとまあ椿君徹さんのこの、まあ、ゲストコーナーは俺も飲んじゃおうってことで、本当初ですね。柳さん、目が違うもん。もう来ちゃってます。いや、あ、そうですね、俺飲むとね、結構ね、10時の柳さんみたいな。そう、まあ、徹さんとはね、しょっちゅう飲んだりとか。あ、そうなんです。そうなんです、まあね、上久保ゆかりさん、はい、
通称ポンちゃん。ポンちゃんっていうあだ名なんですけれども。ポンちゃんもお酒大好きで、ね。ポンちゃん飲むと長くてしつこいですよ、ね。なんか自分らは気づいてないんですけど。俺も長くてしつこいけど。同じ話何度もしちゃうんですよ。昨日さ、いや昨日ちょっと久々に友達飲んで、うん、それまで楽しく飲んでたんだけど、急にキュッとこう人が変わったぐらいにこう何かに憑依されるぐらいの友達が。友達が。うん、あ、こういう人だったんだ、初めて知ったっていう、いや別にどうでもいい話まあそういう人いますよ、でも急に変わっちゃう。あ、いる、いる。僕の周り結構多いかもしれない多い、ね、でも僕らの周り多いですよ。いや俺私の周りにはいないんですけど。柳さんいや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 、みんなね、あの同コスト、うん、そうですね、うん、でやっぱ酒がね、なんか、なんか開放感なんですかねそうですか。どうですか、なんで皆さんお酒飲むんですかね。なんだろう、割と多く流れで飲んでる感じですけどね。そうだね。でもさ、よくお酒飲んでさ、ウコンとかこれ酔わないんだよ、酔わないなら飲むなよだってさ、酔うために飲むんでしょ。確かに。ウコンとか飲む人は多分次の日二日酔いを考えて飲むんじゃないですか、ね、うん、そういう人も多いですよね。あ、俺飲む結構ね、マカとか飲み始めるとで飲むと、なんか翌朝なんか楽な気がするんですか。なんか飲んでも結果一緒なんですけどねあ、いや俺昨日実はちょっとすごい寝不足で、で昨日 MXL に5時にも行って、はい、生放送で最終回だったんだけど、ちょっと調子が悪くて、本当にもうなんかちょっと本当顔色も悪いでなんかみんなに大丈夫ですかとか言われて、でマカ元気ちょっと買ってきてもらったマネージャーに、それで物資とか飲んで30分ぐらいしたら、なんか中側からふわっとこうあったかくなってくる感じ。マカ元気の CM の本番もいい調子で乗り切れて、でちょっと本番前ぐらいは調子悪いから下げやめとこうと思ったんだけど飲みました俺なんか統計的に具合悪い時の方が長いですそうなんだ。なんかその今日は具合悪いからってなんかちびちび飲んでるからですかね。で途中からなんか具合良くなってきたみたいな。多分ただ酔ってるだけだと思う。麻痺ですね、完全に。妻くんの方が分かんないけど、量は僕の方がいっぱい飲むような気がするけど、はい、長いのは妻くんの方が長いです。すごい寝ちゃうから、ね、前に一緒にね、マージャンやりましょうか本当たちが悪い。でもそうですね、私寝たとこ何回か忘年会的なところで見たことありますけど酔っ払って眠くなったら寝るってこうなんかね、人間のこうやっぱり本能だと思うんですよ。家で飲んだ方がいいですよ。そうですね、のパイを握りしめたまま寝てすごいギャンブラーに見えました。やめろよって話なんだけどね。まあそういう六本木にね、その麻雀ができる飲み屋があって、つば君と初めて飲んだ時いや、あそ柳さんだからっていうわけじゃないですか。誰でもできるんですか。いや、僕だからできる可能性が高いです。ビップルームだね、一応ね。で、ジャン代は取らない。まあ、あそこの社長っていうのがまあちょっと知り合いで、まあそうなんです。まあだからまあいつでも言ってくれれば。貸し切りも OK です。マージャンでいいです。マージャン。マージャン知らないもんね、そうですね。だってアンジュのツアーの時とかね、なんか、まあ、メンバーでマージャン行くといつもどうしたら先に帰っちゃってます。でもなんか誘うのも悪いかもっていうか、でもやはり楽しいんですけど、でも僕は自分で言うのもなんだけど、結構マージャン強いんですよ。で今日うちの社長が来てるんですけど、住社長マージャンやるんだけど、まあ一回一緒にやって小伝播にしてやったんですけど、そうなんだ。だから飲まないとなんかハンデがみたいなちょっと言ってるな俺まあ麻雀の話はそのくらいで、ね、麻雀で終わっちゃったらパンが怒っちゃいますね。そこでね、まあ鶴崎君は、はい、僕の番組が Y モードスタイルになる前の柳塾 TV の最終回に出ていただいて、はい、まああの時はエイト、エイト、はい、そしてね、で今日はソロ、はい、そして来ていただいたわけなんですけども、いろいろソロ指導開始ということで、はい、はい、
まあ、その辺の意気込み的なこととかですね、意気込み、はいはい、これからの活動についてとか今日いろいろなんかちょっと話していこうかなと思うんですけど、はい、なんだろう、ぶっちゃけた話、はい、ソロはいつから考えてた、はい、考えてたのは、うん、動物愛護団体に怒られるんじゃない、トロさんに怒られちゃった。まず、まずトロさんに怒られた。すいません。大丈夫。トロさんってこういうなんか、全然なんか演出ないところでビャンと来るから、はい、すごい予測がつかない。はい、なんだっけ。予測がつかないですね。あ、ソロの。何でしたっけ、ソロ、あ、そうそう、ソロ、ソロは、いつ頃から考えてたの、あ、ソロは、まあ、エイト活休する前からそう話はあったんですけども、うん、まあ、活休が決まって、うん、じゃあ、まあ、ソロ方もしてやりましょうか、みたいな。なるほど。はい。はいはい、で、まあ、エイトが割と濃いというか、うん、じゃあ、ソロになってどうしようかな、みたいなとこで、うん、で、まあ、そのトロさんに、まず、手伝ってもらおうみたいな。そうなんですね。なんかそのなんだろう、トールさんが出てきたこうなんか関係図っていうか、なんか、いや僕もやってもらえるとは思ってなかったんですけど。そうそうそうなの、トールさん。言ってしまって、必要としてるならどこでも行きますから、ね。いやなんかそのまあぶっちゃけ僕らこの3人っていうのは、はい、そのさっき CM にも流れてた。アンジェロ、アンジェロ、ね、で、まあ、トロさんはアンジェロのサポートギターとして、ね、はい、ね、もうずっとアンジェロが誕生した時からヘアメイクで、ね、うんうんうん、もちろんずっと現場にしまっていたし、はい、そのアンジェロのライブにツバックも、まあ、遊びに来てて、うん、でそれで、まあ、交流ができて、うん、でこの関係図なんだけど、そのツバキ君がソロになるって言って、徹さんがギターっていうのは、これ正直ちょっと、あ、そうなんだっていう、音楽性とかも全然分かんなかったし、ツバックの8の時の音とか、その前の組が勝ってるの音とか考えて、うん、ちょっといい意味で意外だったというか、はい、まあちょっと意外な方がいいですよね、でも、あ、なんとなく、いいで、はい、でまあ僕もやるまではどうなるのかなとは思ったし、うん、まあアンジェロで何回か遊びに行った時は、うん、ちょっと怖いのかなとか、あ、トールさん、みんな言われるでしょ、なんか当たりなのもね、見かけ倒し、まあ、見かけ倒しっていうか、ないもんな、でまあやろうっつって、うん、お願いできますかって言ったら全然やるよみたいな感じで、なるほど、ね、なんかトールさんが曲も書いてるみたいな、そうそう、今回ね、はい、ソロやるって聞いたから、うん、どうするのっつって、じゃあ俺にちょっと椿くんをイメージして、うん、エイトの CD 全部持ってって、うん、あエイトの椿くんと知らなかったんですよ、2月会の椿くんと知らなかったあ、2月会のそんなそれでしか知らない、それは結構マニアックだな、2月会って分かる人あれ、なんか暴走族いや、まあ、2月会っていう2月生まれの人の会が集まりがある、集まりがある、そのメンバー、はい、いや、そうなんです、2月生まれなんだよ、あ、そっか、2月会のツバキ君しか印象なかったから、うん、どういう今まで通り俺のゴリッとした音でいけるのかなと、いろいろ考えてて、エイトを聴いて、エイトってすげえジャジーでかっこいいな、うん、まあそのイメージでちょっと今回4曲か5曲ぐらい、パパッとゴリッとジャジーどう、まあ、まあそのエイトと同じことをやるつもりはないので、まあそのエイトはどっちかって言ったらジャズロックですけど、もうちょっとロックの要素を強く、あ、なるほど、ソロをやるときっていろいろ考えたんですけど、例えばなんか弾き語りでとか、もっと声を前に出した音楽っていうのも考えたんですけども、うんうん、いやもっとやっちゃってもいいんじゃないっていう意見もあって、それも面白いよねっていう、ほうほう、なるほど、ね、ほら、だからもっとなんかロック しようよみたいな感じもあって、でもまあトールさんもすげえ爆音だったらどうしようとか、あ、まあでも
もともと、ゼマ君はもともとのトールさんはそのアンジェルの前からももちろん、はい、まあ、はい、僕は知って、僕も知ってますからね、はいはい、やっぱそういう印象もあったんで僕も、ああ、はい、なるほど。いや、まあ、ゴリとロックも、うん、どうすかね、ロックだけど俺の中ではロックなんですけどね、ロックってほら人ね、幅広いじゃん、ロックって言ってます、はい、俺が意識したのはもっとレイドバックした60年代とか50年代60年代テイストが入ったロック、もうちょっとモダンにはしてるけど、50年代60年代、ちょっとサイケデリックだったりちょっとロカビリーチックな、あ、かっこいい、あ、こんな風にギターがご自身でいい振りをしてください歌える、お、マジです、生で、歌かてんじゃん、いやー恥ずかしい恋にはやめて、裸のままでおいでって、君はそう言い出したんだ、そのスディスティックな唇で、まあまあこんな感じですね。いきなり歌ったら声でね。俺ちょっと顔赤くないですか？お酒のせいじゃない。生声生ギターで。すごい、すごいサプライズ。聞けない感じ。これ多分み、でも番組で人びっくりしますよ。っていうかっこいい。次はみたいな。ちょっとかっこいい。そうですね。ちょっと楽しみ、僕も楽しみですけども、なんかもちろんロックだけど、はい、なんか モダンなこう、はい、なんかモダンビートっていうかこう、うん、なんかその50年60年の、いやすごい、俺がもし今すごい思ったのは、まあ、今の映像は使えないけど、なんかモノクロのこう世界観とかフィルムの世界観とか背景のこう色がない世界観っていうのはすごい真面目にちょっと言ってますけど、っていうなんか感じをすごく思い浮かべてますね。かっこいい。ありがとうございます。じゃあ次はアンプ持ってきます。ピエールもここでなんかプチライブができる。まあ逆に俺もなんだろう、ちょっとその昔っぽいの意識したりすることでなんか新しいこと、なるほどね、激しくなんかゴリッとした音って自分もずっとこう探求してきて音だから、それはもう自然とできるんだけど、ちょっと意識してるかな。それはやっぱ椿くんのキャラクターを見て、うん、エイトの雰囲気とか、エイトってやっぱこうジャジーなって、ちょっとそれを引っ掛けたりましたけど、いい感じでね、反応し合ってるっていうか、うん、そうですね、うん、いい楽しみですよね、うん、いや楽しみ、一番最初に入った時はでっかいアンプ2台下ろしてきて、わあ大丈夫かな、そうなんだ、フルセットもね、で、曲は、はい、トールさんも書くという、トール、いや、まあ、もちろん決まってたから、はい、もう曲ガンガン作ろうぜっつって、うん、今の高校曲作ったうん、渡して、それでもう椿くんがメロディーのっけて、でジャムって2人でもスタジオ入ったね、はい、入りました、ね、今みたいな感じで、はい、ちょっと歌って、なんかギターとボーカルだけでジャムってもかっこいい、面白いですね、だからアコギとかでもやりたいですね、なんかそういうのでストリートイベントジャックみたいなのとか、うん、はい、いいんじゃないですか、本当にジャックしますか、なんか逆になんか若手のビジュアル系とかがなんかゴリゴリいそう な、うん、こうなんかファンがこう花咲かせるようなところに急にボンって出てって、どうなんですかね、聞かれるかそれはそれで美味しいですよね。俺ね、昔でも何年前かな、まだ NAC5 が FM 埼玉の時代に、あの5月6日にあのいやライブをやるので、その埼玉ゴーロックっていうライブのイベントがあったの、はい、で俺はあのヘアメイクの現場で行ってて、あの時にまあ、いろんな若手のビジュアル系がいっぱい出たんですよ。それで、当時はもう本当にかまいたちとか、はい、カラーとか、
レディスリウムとかそんなバンドがガンガン出てくる中で、マルヒゲストみたいなのたら、ダイヤモンドユカイさんが、はい、キーボードの三国さん、はいはい、連れてきて、いきなり鍵盤で今日からそれやりますジャンジャンってルシアヒロが歌って、はいはい、帰っちゃってもうファンがうーみたいな感じで尻上がりでグワーッ、その後泉谷しげるさんみたいな鳥ヶ椎音&ロケットじゃなくて鮎川誠&ロケットみたいな、なんか V 系 の, そのメイクバンドの流れからずっとそっちに来て、ファンがもうウェーブのように盛り上がってっていう、ああいう時代のイベントをね、なんか柳さんプロデュース、あ俺プロデュース、あーしまったやりたいですけどね。いやなんかヘアメイクとしてっていうよりは、なんだろう、ヘアメイク、まあヘアメイクもね、最近俺あんまり現場行ってないですよ、もう任せて。そう、なんか柳さんがね、こう後ろにこうなってきた時はもうそろそろ寝るかもしれない早い早い、まだ本番中ですか。そうですよね、ちょっとこうしたい、椅子交換したいけどこっちも、いやいや大丈夫一応僕はメイン、MC なんででも4人並んで、いやいやいや、まあ、大丈夫です、ゲストはね、ゲストの方にみんなでちゃうベロンベロンになっちゃう最後で、まあ、ろれつが回ってないで、ね、いや、そんなことないでも、そういう今いろんなイベントとか、はい、あるじゃないですか、そういうところにこうなんかジャックみたいな、はいはい、かっこいいと思う、いいっすね、ここにされちゃったりしいや、僕はないと思うよね、あらかじめ柳さんがあの前にポンって言って、あ、そうそうそう、まあ、あ、僕が俺たち見かけ倒しな柳さんの将来だいや、僕はもうなんかマネージャー兼社長みたいな感じでいや、でも、あ、いいな、ちょっとなんか自分でちょっとイベントもプロデュースしたいけど、なんかそういうイベントに普通に僕がブッキングとかしてみたいな、なんか若者のというか、そういうなんか全然こう今みたいな音楽を聴いたことない、うん、なんかロック、バンギャルに、バンギャルに届けたいあ、いいのかな、俺しつけっぽいな、すいません、あんまりキャラじゃなかったな、でもかっこいいですよ、本当にお世辞に、うん、そんな椿ソロは、はい、なんとライブが、ライブが3月25日、はい、3月25日、池袋のエッジっていう新しいライブハウスなんですけど、はいはい、で、やります。で、トールさんとベースにクロちゃん、はい、で、ドラムデスを組んで、そのメンツで、割と濃いメンツなんで。濃いっすね。今さらっとね、今言いましたけどね、ベース、クロちゃん、クロヤン、ソフィアの、はいはい、クロちゃんね。なぜか名古屋名古屋僕だから昔名古屋でよく対話してて、そう、はい、そういう繋がりからでしょ。そうです。でしばらく会ってなくて、あ、そうなの、はい、で去年一昨年かな一回、はい、飲みの席で会って偶然に、でお互いを覚えてるみたいな感じで、お前生意気だったよななんて言われて、どっちが言ったの。クロちゃんが俺にあれ同じぐらいだよね。同じぐらいですね。そうだよね、はい、そうだよね、そう、あ、そういう感じね、はい、なんかわかる、なんか仲悪そうだもんね当時生意気だったみたいな、僕がだから、まあ、ごめんなさいなんて。大体にして、だってここにクロちゃん座って3人とも入れ墨魔人なんですよ、怖いよね、普通に歩いてたら、ね、俺も知らなかったら声かけたくない年上だけどね、年上で権力を持ってるからこう付き合ってるけどいやでも、まずクロちゃんをベースってことで、はい、そしてデスオ君ね、デスオ君はなんだ、秋バンドドラムですね、はいはい、うん、これの出会いはすごいです。徹君は徹さん、もともと柳さんじゃない。そうなあれ本当に僕が紹介して、うん、そうなの。そうそうそう、うん、その時が初めてです。徹君はずっと徹さん、もちろん徹さんの存在は知ってて、なんか一回こう会わせたいしみたいなことずっと言われてて、で、いやそんななんかっていうか、じゃあなんか飲むみたいな、確かホルモン焼き屋、ホルモン焼き屋覚えてますね。なんか六本木のホルモン焼き、あそこ潰れちゃったんだけど、で3人で飲んだのが最初で、いや多分だってロックミュージシャンなんて誰かが いなくても一度こう会っちゃえばね、それがすごいですよね。
まあ、彼女はシンガーソングライターで、まあ、でもすごいポンちゃんもね、あの初めてあの知り合ってライブの時もめちゃめちゃあのこんな感じなのにパンクとかでもうなんか飛び跳ねながらガーッキーで歌ったりしていたりとかね、なんかそういう、でもなんかすごくこうなんかあの癒し J-POP の歌を、そうですね、どっちかというとまあ癒し絶対好きだと思うよ、ポンちゃんライブとかみたいな、そしてやりたくなると思う。本当ですか、ギター間に合ってますか。でもそういう意味では新しいことに挑戦したいという意味では、ね、今椿さんがおっしゃいましたけど、今までやってることじゃないことという意味ではあのぜひ頼んでみたいなと思いますよね。ボールさんのギターでポンちゃんのボーカル、また柳さんつながりここでね、これはちょっと想像つかないね。でもバンドってやっぱりその化学変化っていうかね、うん、それが楽しいっていうかさ、そうですよね、どうなんだろう、ま、本当に合わない人は合わないでしょうけどね、やってみないと分かんないっていうところ、ね、音出さないと分かんないですよ、うん、音出して合う合わないっていうのは、合わない場合も合わない場合もって言ったら変だけど、特にこれソロの場合って、はい、別に椿くんが一人いればソロじゃないですか、はい、でぶっちゃけた話、別にギター、ベース、ドラムって別にね、毎回変わっても別にいい、はいはい、それで絶対自分で相性とかやっぱ考えちゃうんですか、どうですかね、うん、すごくこうなんかでもなんかソロの方がこうしませんか、ああしませんかって言ったら、まあ、すぐ変えてくれるっていうか、うんうん、あなるほどそれはバンドだと8だと割とみんながこだわって作ってくれるやつか、そういうことかな、でここは変えたいんだけど、いやそこは変えたくないみたいな、そこでまあその良きも良くも悪くもですけど、うん、あでも確かにバンドとソロの違いってそこ大きいですよね、うん、だから逆にソロだからね、もう、うん、俺も言ったけど、うん、好きにやっちゃってっていう、でもしギター登録じゃないなと思ったら俺切ればいいだけの話だし、ドラム違うなと思ったら切ればいいだけの話、うん、好きなドラム、ギター、ベース好きなようにやんなきゃそういう感じなんだろうね、だからこそいいものができるんでしょうね、そうですね、その僕もまだソロは初めてなんで、その模索中というか、どこまで好きにやっていいんだろうみたいなとこもあったりとか、まあまあ、そうだね、椿くんが、まあ、オールプロデュースだ、はい、ちなみにビジュアル面とかももう考えなんとなく貝殻とかですよね。それ今日なんですよ。今日俺ツイッターでこの今日は柳さんの番組見てますと、衣装は何着ていこうかなって、もう貝殻でいくかみたいな。貝殻1枚これつけていけば、たらじゃあマジな貝殻ね。コロさんが俺は葉っぱでいくみたいな。ああそっちか。いやいいですけどね。もうなんかあのウェルカムでしたね。はい。原始人的ずっとモザイクして。原子力もうなんかクラシックとかも50年代60年代で紀元前みたいな。いやでもだって絶対ビジュアルも大事ね。今日なんか久々に会って驚いたことは眉毛が生えてる。そうなんですよ、眉毛生えます。あ本当だ。眉毛。でもあんまり気づいてくれないですみんな。会ってもなくてあんま変わんないんだろうな。いやあの俺は一番気づいて。まあ、椿くん大好き、あのちょっとこう弟分だったら、はい、アシケンとかは、はい、あの僕のね弟分っていうデザイナーがいて、その椿くんのライブ見て、で眉毛全それがかっこいいっつって、いきなり自分で剃っちゃって、うん、やるん、大好きだね彼はね。じゃあ生やしたら生やすかも、眉毛今日生えてる、生えてるんで結構皆さん反応がありますよ。え本当ですか。気づいてます。マジック借りていいですか。元張りに。もっと強調しとかないと。綺麗な眉毛ですね。うん、そうですか、うん。ちゃんとトリミングしてる感じ。トリミング、はい。でもそういうやっぱりこれからビジュアル面とかね、はい、メイクとか衣装とか、はい、なんかやっぱりソロであっても。ね、大事なんですよ、はいはい、そうですね、サポートのメンバーもだって世界観にこうね、そうですね、うん、ヘアメイクは当然なんかこれから必要になってくるかな、はい、いやいや最近もう衣装面白い、最近衣装プロデュースもしてますよ、最近ちょっと衣装が面白くてなんかこういうなんかライダースとかも、はい、例えば普通にライダース
着るだけじゃつまんないから、はい、でも最近やってるのはハンダゴテとかでなんかあえてこういうところでブスブスと開けて、はい、ピストルでこう撃たれたような感じにしてダメージみたいな、そうなんかロストバンのこういうなんかライダースにするとかっていうのを自分の服でやってる、はい、誰もまだスタイリストとして頼んでくれないから、はい、でそんなことはちゃんと仕事が来て、はい、衣装プランナーとか、はい、それでちゃんと予算もらってやってる、はい、とかとりあえず今日これ置いていくんだまずはこれブスッと穴開けてからとか、まあでも絶対ビジュアル面が必要だから、そうですね、なんかそういうこれからプロデュース、あ、っていうことは、はい、でもそうです、ビジュアルはやっぱりライブもそうだけど、はい、音源として、はい、はい、音源、はい、俗に言う CD がとかそういう、あ、まあ CD は、まあ、ソロのペースもまだちょっとつかめてないとこもあるんですけども、うん、まあ、さっき徹さん言ってたけど、まあ、ストリートもやりたいなみたいな、これさっき俺思って、なんか例えば徹さんもいい、徹さんと2人とかでもいいし、うん、まあちょっと何て言うんですか、カホンつか、うん、つけてなんかちょっとバンドっぽくでもなんか やってみたいなって一瞬思ったんですけど、例えばその朝に告知して今日はどこどこでやろうみたいな。じゃあ今告知して今日の帰りに今多分全世界生中継で、ね、全世界そうか、どこでやる、どこでやりますもんね、まあ今 LA か、 LA ね、初ストリートライブで LA 社長ダメ事務所から NG がどこなるんだろう、県内、五反田、五反田、五反田か、地元じゃんみたいな、五反田、チャーさんとか来そうだけどね、怒られちゃう、 そうですね、でもこの間、アンジェル台湾でほらストリートはね、うん、すごかった、ね、やっぱり、あ、それ20日から香港なの、あれやない、俺は行かなかった。行けなかった。で、20日から香港なんだけど、香港とか台湾、台北とか、アジアは今ストリートブームっていうぐらい、そのストリートでライブをやってる人を、それも、現地国民じゃないというか、日本人のミュージシャン、韓国人で。いいですね。で、それをレコード会社のプロデューサーとか、いわゆるそのプロデューサーが、もうスカウトじゃないけど、はい、昨日のあのどこどこのホテルの前で行ったあのどこだこどこ泊まってるか調べろみたいな感じでみたいな、へえ、貝と葉っぱですけど大丈夫ですかねそれは違った意味であのこういうことになっちゃうかもしれないんで、あのぜひあの衣装はね、はい、あの俺に任せて穴だらけみたいな大事なとこ大事なとこ穴開いちゃったりみたいな、そうね、まあ、ストリート以前のものやね、いやでも今後はね、本当楽しみです、ね、うん、でまあ年内にはアルバム出せたらなと思ってですけど、なるほどですね、あの年内ね、うん、どうすか夏夏、うん、あ、夏ね、今年今3月だから、うん、あ、じゃあ早いペースでね、うん、ファンとしてはあれ嬉しいですよね、うん、フルアルバム、まあミニでもあるフルミニとフルじゃちょっとね絶対ね、あの ファンはフルがいいよね、あ、そうですかね、フルがいいですよね、あれどうだろうかな、フルがいいです、うん、そしてあのワールドネット TV 内のビービールマートっていうあの通販サイトがあるんだ、そこに限定発売、そこで、そうですね、それで柳さんの取り合いをしました、俺のプレゼンバルなんかビール入ったら欲しいぞ今日特典でつけて、営業しますね今日なんかね、ちょっとビールを喋らしてるな、ね、あの漏れなくね、柳撮影したね、アーシャとね、あのヘアメイクももちろんですけど、衣装もあるんですもんね、あ、もう掛け率がね、他の流通よりいいんですよ、ね、それは後ほど話していく、そうですね、後ほどあのちょっとプロデューサー紹介しますので、でも絶対音源は、はい、絶対早く出した方がいいですよ、はい、あの CD が今売れない時代だから CD 出してほしい、はい、でまあその325の池袋のエッジでも1曲あの無料配布するんで、ああ、なるほど、入場者全プレっていう、はい、いらねえってやつにも持っていく、ね、なるほどですね、あ、それすごいな、それはもうレコーディングされ
明日レコーディングね。明日明日します。マジですか、すごいすごい。忙しい前にありがとうございます。じゃあ25日に来場した方は、はい、そういち早く誰よりも先に聴けるということですね。そうですね、今一曲、はい。デスオ君がポカやっちゃうんですか。デスオ君がポカ、何をやってたの。この曲を撮るよって言って、全く違う曲を録音してきた。ドラムだけ先に撮ってもらった。すごい暇だ、これ、ね、全世界生中継で言っちゃっていいの。大丈夫です、デスオ君見てるかもしれない。デスオ君大丈夫、あデスオ君見てる。ツバキの目が来て、あれ俺この曲って言いましたっけとか言って、いや言ってない、ツバキは大丈夫。えでドラム撮り直したの。撮り直して撮り直して撮り直さないとね、明日レコーディングできない。超いいよ、あの超おかしい。すぐやりますみたいな。夜にはなんかデータが送られてきてね。そういう真面目だからね、やっぱね。明日レコーディングね。なるほど、それは楽しみですね。そうですね。で無料配布は、はい、とりあえず会場に入ると、はい、会場に入った途端にもらえる。そうです。あ、入り口でもらう。オープン時。入場の、はい、オープン、はい。入場時ですか。入場、最後じゃなくて。最後の方に。最後の方がいいんじゃないですか。絶対決めてないよ、この社長。だって行ったらもらえる。行ったらもらえる、ね。なるほどね、わかりま池袋エッジでね、はい。でもエッジなんてね、もう本当に僕もまだ行ったことないんだけど、はい、すごくいい子やってる。なんか素敵なライブハウスでしたね。綺麗で、綺麗な。いい子やらしい、うん。やった人はもうみんなまたやりたいっていう、ね、うんうん。もうその次はもうゼップとかね。プロデュースだみたいな。またそこですか。嘘です。嘘です。あんまりでかいことはね、言わないように。でもいつかそういうイベントジャックとか、はい、ブッキングとか、ね、なんかとにかくなんか絡まして、はい、絡ましてて思わず本当に絡みだけ。俺は本当の絡みだけ。本当の絡みだけ。この絡みだけはまだいい方ですよね。全然いいですよ。いや全然もうちょっと半分演技だ。役者だった。ちょっとね。いやでも本当にこれからの椿さんソロですね、はい、トールさんのサポートもありながらということで、はい、まず3月25日のライブで、はい、新曲の CD、はい、1曲、はい、はい、無料でいただけるということで、はい、はい、ぜひ皆さんに足を運んでいただきたいなと思います、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、はい、椿さんとトールさんでした。ありがとうございました。今日もですね、オープニングから、生でゆきさんにヒロコのネイルをずっとやっていただいてるんですけれども、ネイル、完成まで残るところあと1本ということで、はいはい、今日はですねジェルネイル と、エナメルネイルを組み合わせてというネイルをやってもらっています。はい、ちなみにゆきちゃん今日はどんな感じの。はい、今日仕上がってるのはこんな感じです、はい、ジェルネイルを赤のジェルネイルを塗った上からですね、はい、このシャッターというゲジゲジに割れるエナメルを塗って、さらに上からジェルをコーティングして仕上げるという技術をしたものがこちらになります。はい、ではやっていきます。こちらですね1本残ってます。ジェルネイル、赤のジェルネイルを、先月
お伝えしたようなやり方で乗せていきます。で1回、拭き取る、最後、拭き取る工程がありましたよね、はい、それを拭き取った後もう1回ちょっとサンディングって言って傷をつけていきます。ファイル でこれはなぜしなきゃいけないかというと、ツルツルの上からジェルをもう1回乗せるとうまく噛み合ってくれませんので、こう 傷をちょっとつけた方が定着が良くなりますので、この傷をつけます。でしっかり、この粉を拭き取って、でこの上にまずいきなりこのシャッターネイルをつけるのではなく、ベースコートですね、ベースコートを1回塗っていきます。ベースコートをなぜ塗らなきゃいけないのかというと、このシャッターネイルがこうやって割れていくのは、ネイルエナメルの上でしかこう割れていかないので、1回ベースコートを塗ります。でベースコートは割と早く乾きますので、ちょっと30秒ぐらいですかね、置いてあげてから、今度このシャッターネイル、まあ、これは OPI というメーカーから出ているものなんですけれども、これを塗っていきます。でちょっとたっぷりめに、ですぐ乾いてきますので一発で決めてあげないと、何度も何度もね撫でているとここが固まっていきますので、このような感じで塗っていきます。塗ってるそばからもう割れています。あ、本当だ。これ割れてく様子見えますかね。あ、すげえ。本当が合うかな。結構端っこが塗れてない状態とかでも風味が出ていい感じになります。わかりますか。本当に勝手に割れてっちゃう。すごい。じり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 割れていくんですけれども、ここはロックだね。こんな感じでじりじり割れていった上から、最後トップジェルですね、もう一回ジェルでコーティングしてあげて最後完成させると、このエナメルだとやっぱり除光液とかで落ちますし、剥げてもちろん頭洗ったりとか洗い物したりとかすると剥げていってしまいますけど、最後ジェルでコーティングしていくことによって長持ちしますね。なので最後トップジェルをかけてあげて拭き取って、いつも通りジェルの仕上げと同じです、はい、時間が経つにつれて本当にね、ギジギジに割れて、ギジギジがすごいついてきましたけど、今またトップコートを、そうですね、トップジェルですね、トップジェルを、うん、はい、塗って、トップジェルを塗ってまた UV ライトに入れて乾かして終了になります。はい、ということで、じゃあちょっと最後の完成まで、そうですね、しばしお待ちください、はい、ということで、はい、今ですね、実はゆうきさんにネイル最後の1本をやってもらっている間にですね、柳さんがですね、ヒロポンに最終メイクということで、はいはい、ネイルも完成間近ということなので、はい、メイクも再びちょっと手を加えてですね、はいはい、完成させようということで、はい、やっております。もちろんテーマはロック。そうなんです、もちろんロックです。ロックですね、はい、これね、見る人が見たら分かってくれると思うんですけど、うん、はい、まあ、白塗りにね、このギザギザアイメイクって言ったら、うん、ねスリップノートの上位、そしてこのヘアスタイル、赤髪にこのボリュームって言ったらやっぱり X ジャパンのヒデさんですね。ということで、Y モードスタイルしかお届けできないね、このスリップノートと X のいいのかな。ヤギさん自分でやりながら一番自分テンション上がってますよね。本当これ本当正直言っていいですか、うん、モニター見たんだけど、うん、かっこいい。ちょっとかっこいいよ、本当今ね、本当世の中のね、ちょっと若手ビジュアル系みんなちょっと見ろよみたいな。ちょっとかっこいい、ね、今日なんか勢いになって僕血のりとかも持ってきちゃったんで、このブロードペイントをですね、こんな風に
あーすごい、私初めて血のり見ます。血のりを自由みたいな感じでごめんね、今日ちょっとね、椿くんと徹さんがゲストだっていうからちょっとね、こんな感じで、なんか味するの、ちょっと甘いね、ちょっとこう口のピアスみたいな、いちご味みたいなこれね、なんか老人魚みたいになってますあ、大丈夫、垂れます血のりですこれね、はい、そろそろね、以前ね、このあの昔柳塾 TV でね、うん、あのリアルにね、この特殊メイクで傷やりましたけど、血もね、かなりいろいろ種類があるんですね、血の種類も、うんうん、その中でも今日はあのブロードペイントの中でも4番っていう結構粘着のあるこう傷を切ってちょっとしばらく時間が経ったぐらいの血です新鮮な血じゃないでこれね、上位はこういうことしてるか分かりませんけど、この、ね、鮮血をこうアイメイクの中にボンボンボンってこう入れてね、なんかね、カラコンしてるの忘れてた。で目合う。うわ怖い。絶対夜夜中会いたくないですね。かっこいい。かなり今日は自己満足で、あの僕の自己満足でこのコーナー、あのね、本当はネイルだけ仕上げるのを見せるためだけなのに、はい、僕が乱入しました。上位と、はい、上位とヒデさんのコラボでした。はい。ということで。ネイルも仕上がりましたでしょうか。はい、これは後で椿君と徹さんにちょっと感想聞かなきゃな。柳瀬さん。はい、ということで、ロックをテーマにして、はい、ヒロポン、モデルのヒロポン、はい、ヘアメイク、はい、そしてネイルも仕上がりましたということで、はい、じゃあネイルとともにこうこんな感じでアップにしてもらった方がいいですかね。はい、これちょっとアップで。うん、うん、では来た、おーいいかもいいかもはい、ということで完成いたしましたかっこいい、すごいすごい、私でも本当に拍手してる、拍手してるはい、ということで、今回、ジェルネイルとエナメルネイルを組み合わせた、うん、これかっこいいですね、このネイルいただきました、本当かっこいいよ、見たい、ね、私も柄にならない、ならない、うんうんうん、あ、そっか、ポンポン世界に、そうですねはい、ということで、ゆきさん、ひろこありがとうございました、はい、それではエンディング前に一旦 CM です、どうぞ。今日の時間短かったなこの絵この絵ロックですよ、ロックだよね、はい、はロックすごいね、タイプの違うロックトールさん挟んでこれ美味しいな、これ視聴者これね、はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました、ありがとうございました、はい、今回もですね、プレゼントがあります、はいはいはい、エヴァンジェリストスキンケアパウダーを2名様へプレゼントしたいと思います、はい、画面の下のメールフォームに名前、住所、メールアドレスを明記して件名に3月13日プレゼント希望と書いてご応募ください、応募の締め切りは3月20日火曜日となっております、はい、ということでぜひ皆さん応募、はい、どしどししてください、お待ちしております。
はい、はい、ということで本当ね楽しい2時間やった、ね、今日は 2時間あっという間、はい、ゲストコーナーもあっという間、はい、そうなんですよ、最後に皆さんからちょっと一言ずつね、はい、そうですね、はい、感想を伺ってみたいと思います、はい、じゃあそうですね、はい、じゃあ次回は血のりでえ、なんだったらここにありますか、ね、ああ、今くるっとこう垂らせばみたいなじゃあ、 3月25日もライブやるんでよろしくお願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございます。そうだね、3月25日ライブ来てほしい、かっこよくサポートするんでお願いします、いきます。はい、じゃあそしてヒロポンって振っちゃダメなんですね。振っちゃダメなんですね、怒られちゃうんだね、はいはい、そして、はい、そしてですね、はい、ここでお知らせがあるんですけども、はい、前回の、ワイモードスタイルにゲストに来ていただきました、後でね、ビジュアリスト、はい、神津中葉さんと、もうシンガーソングライターミュージシャンでありながらもうマルチ、クリエイターアーティストの静香さんの、はい、なんと、番組がですね、はい、4月11日に、生放送11日、はい、4月11日、ワールド TV 特別番組ということで、サイレンティズム、はい、そうなんです、ということで、はい、この日は柳さんは、そうなんです、僕がゲストに呼んでいただけるということで、ね、はい、ゲスト出演をするんですけども、うんうん、実はこの間神津さんと、はい、静香さんと、ね、僕で、はい、まあ、初めてコラボでお仕事をしてね、はいはい、ミルワードクールという、ここのミラーズクールというですね、オートクチュルランジェリーサロンから生中継なんですけど、はい、これこういうね、すごいもう写真集みたいな感じなんです、うんうんうん、これ静香さんモデルで、神津さんのアートディレクションで、僕がヘアメイクをしたですね、とってもこのなんかですね、ラグジュアリーという空間をですね、うん、もうこのカタログも見てもすごいんです、はい、で、銀座にあるその、ミルワードクールの特注のランジェリーの、できたばかりのサロンからなんと生中継、はい、夜9時からですね、1時間半の、はい、生放送で、その模様がワールドネット TV で、はい、生放送されるということで、はい、はい、ぜひ見てください、はい、そしてもう一つ、はい、ですね、4月の22日から、はい、5月の20日まで、ビューティークリエイティブエヴァンジェリスト、私こと柳信人と、女優今村佳乃さんの、はい、以前ね、はい、ゲストに出ていただいた今村佳乃さんの、作品展、僕は佳乃、はい、さんをメイクをして、はい、なんとですね、タイトルが、港区百景芝大門編と、はい、称しまして、港区の、芝大門をロケーションにしてですね、佳乃さんを、モデルに僕がヘアメイクをして写真を撮って、これをなんと作品展、個展としてですね、芝大門ホテルフロントギャラリーで、約1ヶ月間、はいはい、行いますので、皆さん入場無料です。ぜ ひ、はい、ぜひ見に来てください。詳しくはまたブログとかでねご紹介したいと思いますので、はい、ということで僕は写真もやるんでさっきから何度も何度も全部知ってるっていうね何度も飲みに行ってるじゃないですか。まあね、お酒が片手からね。はい、本当に今日もね、うん、楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、エンディングはですね、ヒローズセブンプラスのアルバム「サムライロード」から「サムライ」を聴きながらお別れとなります。それでは皆さん、さようなら。こっちかな？あ、こっちだ。こっちだ。こっちだ。We'll be right back.
度とない今強くそして握りしめるんだ。全てと続く旅路の果てにどんな場面でもきっと全て乗り越えてゆく。一度や二度目は諦めらんで滅ぼになるまでクソくらえと羽ばたかせる心のまま真っ直ぐにやれ。どんな世界でもきっと全部塗り替えるから。信じた想いは曲げられらんで滅ぼになるまでクソくらえと叫べばいい。この声を枯らして絶対負けられない。絶対誇り高く行け。見えない明日を切り開け。絶対諦めない。全身叶わない夢はない。まだ心の火を消すな。心